はい、暇人脱獄ブログです。今日はですね、こちらの、au のフォトン ISW11M ですね。こちらにですね、アイスクリームサンドイッチ、Android 4.0 ですね、カスタムロムの CM9 というのの、まあ今まだ α19 ですかを入れてみましたので、それのご紹介です。電源を切ってみましょう。今ですね、少し触ったところによると、まだどうでしょう、半分程度なんですかね。カメラ機能が動かなかったりとか、まあいろいろまだまだのところはありますが、基本的には Android 4の機能はかなり動いてるんじゃないかと思われます。動きはですね、さすがにですね、デュアルコアですね。で、メモリーが500メガ以上空いてますので、かなりサクサク動いてます。ただ、カスタムロームの場合ですね、HTC EVO の ISW11HT のいわゆる無印 EVO ですね、の時も、まあ、意外ととサクサク動いていた感じはしましたので、まだまだこれが実機のスピードかどうか、まあもうちょっと速くなるような気がします。若干引っかかり感はまだまだあるかなと思います。で、まあ、ちょっと立ち上げ時に参考程度ですが、一応今この私の本体は SIM 出しをして、au のロム機ですけれども、au の電話情報等は一切入ってません。この状態でですね、こちらのソフトバンクのですね、プリペイドの白ロムを試しに、スロット、SIM スロットに入れてみたんですが、動きませんでしたので、カスタムロム、今のこの CM9 のカスタムロムの段階では、ちょっと SIM スロットの動きは制御できてないようです。本来でしたら、SIM スロットにプリペイドカードを入れるとですね、まだ端末でアンロックかけてないので、 SIM のアンロックかけてないので、コード入力の画面が出てくるはずなんですが、まあ、それも出てこなかったところを見ると、まだそこまで行ってないのかなという感じはします。で、動きはですね、見ていただくと、まあ、各種今アプリが入ってるんですが、それほど悪い動きはもちろんないです。非常にサクサク動いてます。すいません、ステッカーが貼ってあって申し訳ないんですが、Android バージョンが 4.0.3 になってると思います。CM9 ですね。すいません、ここもちょっと見にくいですが、になってます。まあこれを見た方は、知ってる方はよくわかると思うんですが、このあたりが Android 4.0 の特徴ある画面になります。で、これの CM9 はですね、ブログ、この動画もブログ連動なので、ブログで詳細を見てもらえればわかるんですが、デフォルトで、どうもオーバークロックカーネルが埋め込まれているようです。カスタムロムの場合、こちらのですね、設定の中によく入ってたりするんですが、この CM9 の α19 は入ってないです。で、どうしたかったかというとですね、これデフォルトで、1.0 ですよね。 1.0GHz のクロック周波数のはずなんですが、それのデュアルコア、セット CPU を起動すると、すいません、セット CPU を起動すると分かるんですが、今落ちちゃいましたね。オーバークロックで 1.3 まで上がります。今これ可変なので動かしてみましょうか。 1.3 ですね。で、標準は1ですから、後に直しますか。1ですから、デュアルコアの 1.3 にオーバークロックをされていると
という状況です。ですのでオーバークロックしたい方はセット CPU 等のアプリからコントロールしてもらえればいいかなと思います。あとはスクリーンショットが動くので、これは Android 4の多分標準機能ですけど、電源ボタンの長押しのスクリーンショットですね。ので、ちょっと開発とか試験的に乗っけてみるには十分動きます。あと、まあ、各種ですね、ルートアプリは、しっかり動きます。なので基本的に、一般的なアプリケーションはもうこの段階で、この CM9 の段階で動くと思います。言語も日本語化されてますので、いいんではないかなと思うんですが、どうでしょうか。動き自体は非常にサクサクしていますので、それほど悪くないですし、当たり前ですがこの状態で、どうでしょう、公式さえ来てもらえれば公式でも十分動きそうな感じはするんですが、公式ではオープンにはまだ発表されていないですよね。で、一部ですね、ちょっと気がついたのは、私個人的に、よくいじるのが、画面密度をいじるんですけれども、例えばこの LCD、レゾリューションかなのアプリで画面密度をいじるんですが、私がいじった限りではちょっとうまく密度の変更ができません。強いて当たりが悪かったアプリとするとその程度かなと思います。どうでしょう、遊び半分でいじるにはこのままでも安定してますんで、いいロムかもしれないです。ただですね、ADW ランチャーでしたっけ、ホームアプリを入れるとすごく不安定になるので気をつけてください。以上、暇人脱獄ブログでした。